皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私はちょっと昨日喋りすぎて声がカラカラなんですが、体調はバッチリでございます。はい。ということで、今日の名言、この声で喋らせていただきます。アンドレ・プレボーという、まあフランスの方でしょうね。ちょっと検索してもあんまり人物像が見えなかったんですけれども、なんかテニス選手とか出てきて現代の、この人じゃないだろうなと思って、はい。まあちょっと違うだろうなと思って、この人じゃないということを前提とすると、やっぱりわからないなって感じなんですけれども、今回も恋愛の話でございます。はい。まあ、これはですね、多分ですね、もう、結構お年を召されてから書かれた名言だと思います、はい、そういう方はねもう真実を見抜いてらっしゃると思うので心して聞いてみましょう。では参ります。ラブレター。青年は急いで読み、壮年はゆっくり読み、老人は読み直す。深いですね。はい。老人は噛みしめるようにラブレターを読むんですね。そうです。もう体の関係はないでしょう。プラトニックないでしょう。だからこそ言葉に愛を感じて読み直すんですね。私も老人になったらそんな恋愛がしたいなと思いました。いい言葉だなと思います。はい、はい、そして青年は急いで読みとあります。読み直しましょう。青年もね、その人のわざわざ伝えたい言葉を紙に書く、これをちゃんと読み直してあげましょうね。老人のように、それを青年の時から始めていれば、あなたも恋愛マスター、恋愛マスターでございます。ちげえよ、マスターを目指してどうすんだって感じですよね。はい、ということで今回も、最後の最後の最後に、名言をもう一度申し上げて終わりたいと思います。では皆さん、また別の配信でお会いいたしましょう。それでは参ります。ラブレター。青年は急いで読み、壮年はゆっくり読み、老人は読み直す。